竜王、渡辺明名人、羽生義晴球団と2023年も話題満載な将棋界。見る将の漫画家、千田澄夫先生に今月もイラストで将棋ハイライトを描いてもらいました。ゴールデンウィークに突入して J リーグ観戦などなどスポーツをはじめとした様々なエンタメにワクワクな僕ら夫婦ですが、将棋界のイベント対局がガンガン行われていて全部見なければという使命感に燃える次第です。笑い。 まずは新年度4月のハイライトをイラストで描いていきましょう。1藤井聡太竜王の名人戦プラス栄王戦、おやつがすごい。藤井聡太竜王、大域大叡王王将棋聖と六冠が名人戦、栄王戦を戦っていて、名人戦は渡辺明,明名人相手に第1、2局と連勝、栄王戦の菅井達也八段とは第2局を終えて一勝一敗という現状になっています。 デビュー当時の藤井聡太竜王のお言葉をお借りすれば、まさに強行といった感じで、それぞれの第一局を取材することができました。鎮山荘で開催された名人戦の方は、別途イラスト記事にしたのですが、A 王位戦第一局の会場は、神田明神。こちらもまた東京の由緒正しい名所です。まさか一週間で、鎮山荘と神田明神、両方来るとは思ってもみませんでしたね。 観光気分でタイトル戦めぐるのも面白いですね。現地集合した編集担当さんと二人でのんきに雑談してましたが、名人戦と持ち時間が大きく違うので、名人戦は2日制の持ち時間各9時間、叡王戦は持ち時間各4時間、うっかりすると終局を逃しちゃうのでは。と、神田明神境内の休みころなどで、安倍ま中継を見ながら過ごしていました。笑い。さて、タイトル戦といえばお馴染みの、おやつ。 特に栄養戦は主催が藤屋さん。それもあって、対局前の会見で、藤井聡太竜王は、五番勝負では、対局中のおやつもご用意いただけるということで、毎年楽しみにしています、と話していたそうです。で、対局が始まってみると、以前の栄養戦で藤井聡太竜王が頼んだ、コロコロ熊さんに続くシリーズの、コロコロウサちゃん、菅井八段が食していた、チョコまみれなど、今回も名前のインパクトが強い。 どうする家康バウムクーヘンバーサス8人兄弟クッキーまた名人戦第2局の2日目午前も盤上並みにすごい一手がそれぞれに出ました渡辺明名人どうする家康バウムクーヘン特納抹茶ャ藤野初雪藤井聡太竜王僕たち8人兄弟クッキーネーミングがなかなかのカオス千田先生も描いてくれるでしょうけど実際の写真あった方がいいかもなので取り寄せますね と、編集担当さんが話していたので、まだ見ていない方は、僕のイラストと共にご確認いただければと、笑い。万丈の話題に話を戻すと、藤井聡太竜王と戦うは2人からも、様々な気持ちを感じます。菅井八段が、英王戦第1局前にお話しされた、最高の不利飛車対最高の一飛車、藤井聡太竜王の戦いだと思っています、との表現には、 グッときましたし、名人戦第一局の終局後に見た渡辺明名人の姿は今も目に焼き付いています。果たしてここから二つのタイトル戦はどんな展開を見せるのか。に、アベトナ開幕プラス2個長の二日で百局対局が超カオス。将棋棋士が三人一組のチームになって頂点を目指すアベマトーナメント2023が今年も始まりました。4月1日にリーダーが棋士を選ぶドラフト会議が行われたんですが、 各月の将棋ハイライト、毎回1日か2日に配信してるので、この話題間に合わないんですよね。涙と僕と編集担当さんが、調節なくなってたのですが、笑い、改めてチーム紹介とともに、エモかったシーンを振り返ってみられればと。各チームとドラフト指名された、棋士の陣容団員は、省略。チーム、藤井聡太、藤井聡太、沢田慎吾、斉藤優也。チーム、渡辺明、渡辺明、佐々木祐樹岡部レオ チーム長瀬、長瀬拓也、増田康弘、本田圭。チーム羽、羽生善治、羽生善治、伊藤匠、梶浦博志校。チーム、安光、佐藤安光、高見太一、大橋隆子チーム、天彦、佐藤天彦、三枚堂達也、戸部誠。チーム、戸島、戸島正幸、木村和樹、池永天志。チーム、山崎、山崎高行、中村大二、佐々木大地。 チーム広瀬、広瀬明人、近藤聖也、石井健太郎。チーム糸谷、糸谷哲郎、森内俊之、徳田健史チーム稲葉、稲葉明服部と慎一郎、出口若部。チーム菅井、菅井達也、船江康平、西川和弘。チーム斎藤、斎藤慎太郎、黒田隆之、富田聖也。チーム千田、千田翔太、西田拓也、藤本渚。エントリーチーム、郷田正隆、なめ方正治、小賀祐�吉。 ドラフトのくじ引きで面白シーン連発。ドラフト会議といえば、ドラフト競合でのくじ引きが大いに盛り上がります。今回、特に書き回してくれたのは、初リーダーの千田翔太七段でした。増田七段、近藤七段、出口六段と重複指名をしまくった。けどすべて外れ。さらに、増田七段は、例年と同じく、当選くじは、軍総こと長瀬王座のもとに。この一連の流れは最高でした。 この他にも、ドラフトくじに当選した、羽生義晴先生、ニコニコガッツポーズプラス、山崎孝之八段、超飛び上がるなど、ネタにしたいことだらけなんですが、イラストのスペースが限られて辛いです。笑い。担当編集さんも、各リーダーの指名傾向、面白いですよね。チーム藤井聡太は、東海地区出身者で固めたり、チーム渡辺明は、ほぼ3月に開催された、ナンバードゥー力連に出場したメンバーだったり、 あと、佐藤康光会長が高見太一七段について、会長的な視野で彼が指名されないのは、と語っていたのは、ツボでした。笑いと話していましたが、その関係性に思いを馳せられるのも、この企画ならではと思います。そして、配信されているチーム動画も、相変わらず面白い。チーム長瀬の一の王決定戦では、こちらも例年通り、長瀬軍曹が優勝するお約束。 チーム稲葉は初動に挑戦したものの、チーム名の2人を豪快にごじってしまいました。でも、うっかりにほっこり。実際の対局も盛り上がっています。4月29日のチーム豊島 VS チーム稲葉では、木村和樹球段が出口若部六段相手に、持ち将棋のち差し直しつぼねで、勝利をつかみ取っていました。所属するチーム豊島は、惜しくも敗退、稲葉八段が強い。 となってしまいましたがその戦いぶりはまさにチーム名そして木村球団の座右の名百節不当との言葉通りの熱さでした長丁場の戦いを続けるという観点では4月29 30日に行われたニコニコ超会議の超勝利も強烈なインパクトでした佐藤天彦球団と糸谷八段が登場したんですが2日間で超早指し1100局を指すという言葉を選んでもむちゃくちゃな企画でした笑い それに対応してしまう二人の気力と気力には恐れ入るばかり。ちなみに一日目の解説をしていた新 A 級の中村大治八段と佐々木祐希八段の二人がマッサージを受けてました。これはこれで見たことがない笑い、3イベント続々。タイトル戦、ベトナムでやるの。新年度に入って配信だけでなく NHK 杯や将棋番組も新たな装いになっています。 将棋フォーカスの春からの講師は4月30日がお誕生日だった豊島正幸球団令和初の竜王名人が教える将棋って豪華な。と想像していると豊島球団が解説されたツイッターで自分の力で頑張ってください。と発信。もしかしてボエスな感じで進むのと震えつつ、いやもしかしたら区民と呼ばれる豊島球団ファンの皆様はそれすらも楽しんでいるのではと笑い。 そして30日の放映では、としま九段の代名詞となった、としま。強いよね。序盤、中盤、終盤隙がないと思うよ、と語った佐藤真也七段がご登場。さらに、としま九段と仲の良い菅井八段が、快感にバケツの子もいました、と、ツイッターで投稿していたことについて、つまが子供の頃のとしま九段の愛称なんだよ、と教えてくれました。しかし、とよ、P。キュン。 とよよに続いいいてこれだけ相性が多い棋士も珍しいファンに愛されている証拠なんでしょうね。つぶらな瞳での講師ぶりに注目しつつ、僕たちも将棋を学べればと思います。順位戦がない3月後半から4月にかけて、将棋界は比較的スケジュールが穏やかな時期だそうです。さらには行動制限もなくなったため、数多くのイベントが開催されています。この時期恒例の人間将棋では、稲葉八段と大治八段が相まみえました。 永久騎士同士の戦いは初めてだったそうで、これまたすごい。配信を見ていると、少し緊張気味。の稲葉八段の武者言葉に対して、各種イベントに慣れている大二八段が、緊張しておるなと、ユーモアを交えつつ、場を和ませようとする姿もまた、さすがだなと。佐々木大地七段と深浦九段の指定愛がエモい。 人間将棋といえば、昨年に武将となった藤井聡太竜王と佐々木大地七段、こちらも取材して楽しかったが、規制戦で初めてタイトル戦で相まみえることとなりました。佐々木大地七段といえば、師匠深浦光一九段との仲良しぶりで知られていますが、その深浦一門のツイッターも微笑ましかったです。以下、一部抜粋、応援していただいた皆様に感謝申し上げます。 それにしても、長瀬王座の粘りは、凄まじいものでした。やったぜ、第一。一日何も手につかなかったぞ。師匠。やったぜ、師匠。弟子。同じアカウントで、どれだけ仲睦まじいんだという、笑い。さらに、深浦一門の二人は、NHK 杯などで、藤井聡太竜王に、たびたび土をつけるなど、一発を入れるイメージがあります。 佐々木大地七段はフルセットに持ち込みたいと語っている通り、熱い対局となりそうです。そして、規制戦といえば、第1局、6月5日の対局場所が、ベトナム、ダナン。え、海外。とびっくりしましたが、コロナ禍前には、パリ、ハワイ、ニューヨーク、台湾などなど、世界の各地で開催されてきたそうで、いよいよこういったスケールの大きな戦いができるようになったんだなぁと。 なお、水曜どうでしょう好きの僕たち夫婦としては、ベトナムという響きにワクワクしてしまうのですが、編集担当さん曰く、いや気づいたら、ちょくちょくググってるんですよ。ラナンへの飛行機代とか、宿泊費とか、と、あれ行く気満々じゃないという匂わせぶり、笑い。話題に事欠か,かない将棋会果たして新緑の季節である、5月は、どんな名曲名人場面が生まれるのかじっくりチェックしたいと思います。